アベノミクスの施行から早5年、日本を牽引する労働力は正規雇用から非正規雇用へと移り変わっている。さまざまな業種での雇用形態の変異は企業の営業利益を推進し、経済発展の原動力となっているのだ。その中でも今最も注目されているのが中高年によるプロアルバイターの存在だ。ピザの注文でよろしいね。はい。正規雇用者や若年フリーターとは一線を画す中高年プロアルバイター。今回はその最先端を走り続ける中高年男性、西尾和夫さんの労働実態を追った。わしは一郎にはなりたくないんですよ。はい、ピザキャップの西尾和夫でございます。中高年プロアルバイターとして都内のピザ店で働く西尾さん、その業務内容はどのようなものなのだろうか。はい、鹿島のやつね、寸法は M 寸で、だけどそこ言うたら2段階右折をせなあかんとこやから、2段階右折しょったら時間がかかるんよ。それからバイパス回って、バイパス回りで行かせてもらうよ。それやったらそれで段取りさせていただきます。はい、情報の提供にしようかと思います。どうも。やっぱりアルバイトでやっとった方がいろんな人と出会うね。若い子もそうやけれども、いろんな子から、若い子から情報を入手して、それで吸収して自分のものにするいうこと。それが同年代のわしらみたいな人らやったらもう同じことしか入ってこんから、情報が。シーフード海鮮。IT 化が進む現代日本に警鐘を鳴らし、一石を投じ続ける中高年プロアルバイター。彼の積んできた経験が労働における哲学を生み出すのだ。パソコンはね、あの情報はこの中に全部入っとんやけれども、一個間違ったら全部がもう飛ぶやろ。でそうなったらもう帳面で一個一個書く方が証拠が残るし、わしはこういうことを言うた、こういう注文を受けたいうことがもうこれ見て言えるから。機械がの苦手とかそういうことじゃなくてね、こういうのは全部頭にもう入っとるから、そのデータを。はい、ピザキャップの西尾和夫でございます。店内での作業を終え、次なる段取りに取り掛かる西尾さん。ほら、宅配で段取りしてきます。宅配ピザ店にとっての生命線ともいえる工程、それが宅配だ。配達ですよ。もう寒いから、もう冬将軍も来たから、上にジャンパー引っ掛けて、ほいでいかんと、もうお前風邪ひいて死んでしまうよ言うんよ。クリスマスなんかで大体そうよ。仮装してお前サンタの格好でブンブンどんどんやっとるやろ。西尾さんもサンタになられるんですか。サンタやるよ。最初は恥ずかしいや言うたけどね、そんなんできんわ言うたけど、やっぱり子供がそれで喜ぶしね。それやったらもうサンタは実際におるしね。やっぱそれ夢を届けるのがうちらの仕事でやって、ピザも届ける、夢も届ける、そういうことでしょ。わかるやろ。冷めてしまうよ。行くよ。もう冷めたピザって言われるやんか、お前冷めたピザって、お前風刺ネタを挟んでくるな言うんよ。わかるやろ。相手への確認は怠らない。自らの社会風刺にダメを押す西尾さん。冷めたピザでは日本経済は停滞する。それを我々に教えてくれているのだ。配達業務が終了し、到着したのは児童公園。完全に風景に溶け込む西尾さん。何に思いを馳せ、何に自らの存在意義を見出すのだろう。今日はもう早番やったから、もうだいたい2時3時ぐらいで上がらせてもろって、早朝からやっとったからね。今日は食べさせてもろていい。どうぞ。自分へのご褒美のまず1枚目のピザいただきます。うまい。うん、正社員とかではなくてね、やっぱりそのなんていうんかな、まあアルバイトという言い方でやらせてもろてるけれどもね、一つのものを極めるいうことは素晴らしいことや思いますよ、正社員になってね。せやけど自分の可能性にいろいろと挑戦したいいうのが常日頃から持っとるから、わしは一郎にはなりたくないんですよ。一郎になったらもうその野球の道しかない、ピザへの道しかない。
そうじゃなくて、ここの道ではじゃあ和夫さんがどれだけ能力を発揮できるか。アルバイトやったらその将来性がないからちゃんと職に就いてないと和夫さん結婚できないんじゃないのなんてよう女の子は言うけれども、そういうことじゃない。じゃあここまで達したからじゃあ次はここの職業に移動しようかって、そういうもんやからね。それやったら正社員では無理や。正社員になったら辞めますことはできんから。中高年プロアルバイターの隠された勤務実態、今日本の労働環境に何が起ころうとしているのだろうか。